するしない。どうも、稲太鼓です。今回は MJ 打っていくんですけれども、初めてドラマ誌ギャンブルタクというのを打ってみたいと思います。こちらもう第57回と歴史もあるイベントなんですけど、曲が進むとドラが増えて、なんか赤が結構いっぱいになってわちゃわちゃするんですけど、これ玉取りもあるし、結構ね MJ チップ動くし怖いっすねでしかもねサンマなの、これは。だから不安になる要素満載になってるんですけど、私にとっては。でもその分ドキドキ感はいつもよりアップということで、早速打っていきたいと思います。いや怖いな。なんか序盤はね赤が少ないからちょっと前半は攻めに回ってもね、取り戻すチャンスあるから攻めていこうと思います。すごいおしゃれのレトロな感じのあるお店ですね。あ、いきなりもう玉取りになっちゃったよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。あ、ミサさん。ドラマ白、プレイヤーはなんちゃです。ミサさんだ。実況は私、小林ミサ。大好きミサさん。あ、撮っていいだ。よろしくお願いしま す。一体どんな戦いとなるのでしょうか。まずまずな手が来ましたね。普通にどうにでもなりそうな。ひなた、これでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。あ、急走から動き出しましたね、しもちゃが。老急走がネックになるかしら。つもが噛み合ってますね。でもね、今回こうしちゃうか。ランあるもんね、まだポンがね、できるけどチーはできないんで。ローソーローソーもポンだって。老朽層殺し。あー、リーチシャンポンできます。ちゃんとウーソーのシャンポンで、しもちゃさんが想像好きって感じなんですけど、めくり合いですね。競ってる相手から、玉取りでね争ってる相手から追いかけリーチが来ました。震える。上がりきることはできない。対応し、あ、スーソーめっちゃ来る。ナンはどこなの？ナンなんて山にあるでしょ。え、なになに？あ、本日？あ、でも赤もないし。静かなスタートですね。渋いですね。2000点ですけれども、まず補充してしまいました。本日。高めがね、どんなの、ね、見て、赤、ブーピンとウソ、赤2枚ずつだよって今出てましたね。勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。分かりませんよ。どう打ち回していくのでしょうか。裏固定。いやー、まずね、これでリアンシャン点です。今回ここからが腕の親ですからね。ひなた、あっという間にイシャンテン上がりまであと一息です。チューちゃんパイが立て続けに来ています。てる親番でドラドラ。赤がね2枚ずつで4枚入ってるんですよ。一番最初に仕掛けるのは誰か。だからやっぱり赤回り5回りがね大事になるはずなの。重苦しい場になっています。横の変化が欲しい。行くよ来た、また来たよ。リーチ、先手のリーチを取られた。行きます。リーチ追いかけます。ハツとパーソンのシャンポン。いやーあ、いたた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 。あ、でもこれもお安いんじゃない。あ、お安い、お手頃価格よ。26、2回打ってさ5000点合計でいってないって、ちょっとこれラッキーがあるかもしれない。あ、来ました来ました。赤が3枚ずつ。あ、でもドラ票で1枚。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。今回3シャン点だけど、ナンは効いてないし、ドラは赤ウソだけ1枚。あんまり良くないなこれ。
そしてラス目なのね、渡す。ひなた、これでリアンシャン点です。本因詰めるか、そうね、そうしよう。3ピンないし、ここは一歩交代。これなら仕掛けていける。ポン、この配置と合わせて動き出した。ちょっとね、なんかすごい私ばっかり打ってるし、あっという間にシャン、混ざろう。あ、転廃しました。でもこれもなんかお手頃価格ですね。安い。あ、ロンです。上がれた。やっと初上がり。まあびっくり仰天、あっという間でした。よかった。とりあえずね、取り戻したよ少しは。まあリーチ棒も出してるからまだラス目なんだけどね、もともとね。さあ何番になってまた5が赤2枚ずつになりましたね。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。これは高い手が狙えそうですね。ドラ来たよ。あ、しかもこれザブドラだ。あー、イーソポン。うわー、アグレッシブ。あれでしょ、スーソー1枚あれば2個分のドラでしょ。トンだったかー。ナン、あー、ナンもいいです。捨てちゃう。どんなテンパイになるかな。あー、これ楽しいね。キューピンだね。ソーズが伸びてもいいし、リーチしよう。もうこうよ、バイマンテンパイリーチ。そうな気がしますよね。サブローピン、しかも捨て牌が強く、あらあらあら、いつも神茶のお姉さんかしら、お兄さんかしら、いつもは来てくれるじゃん。あー、正月潰されました。軽快なつま上がり、レンチャンですよ、レンチャン。怖い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 。ふー、リズムアカで済んだ。リズム、はあ、まだね、これなら全然わかんない。でも親ですからね、神茶さんのレンチャンです。いい手だったね、上がりたかったけども、気持ちいいから一回今のもね。現在のトップは神茶です。あれ、まだまだトップも狙える位置ですよね。見えるけど、ペイがドラなんですね。これさ、赤だけじゃなくてドラ票も 2個だからさ、もう本当に爆弾だよね、ドラ爆。いや、こうしよう。おーい、マジか。いっか、こうで。ひなた、これでリアンシャン点です。ペイ引かないかな。ここから何を引いてくるか注目ですよね。あ、そうですか。引いちゃいましょうか。で、ひなた、あっという間にシャンテン上がりました。あー、切らなきゃよかったかもしれない。バカ高くソースとか言っとけばいけてたんじゃないの。着状態、これがどう出るかですね。もう来ないでください。でもペイ厄介なんだよ、出ても泣いてもさ、高いのよ。ちょっとさ、一番最初にピンク高いのにさ、出てるのがドラの9ピンっていう。さあ、この範囲にここはスルー。ナンって何？ナンって何？ナンはギリギリまで絞るかな。ナンって何？いや、ナンって何？これは下茶の現物ですよね。さあ、持ってきた。いや、これリーチ打った方がいいのかな。神茶、ドラが被ってしまった。そう、撤退します。ここは一歩交代。怖い。あー、パーソー通ってないよ。もうやめようかな、やめるって言ったし。ひなた、テンパイに取り合わせました。なんか不吉な感じがするのはなんでなんだろう。何に、あ、何に、ちょっと待って、バート切った、時間ないじゃん。ちょっとやばい笑ってる場合じゃないんだけど。危ない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 、泣かない泣かない泣かない。何何何待ち？下茶の一人テンパイですね。あー、掴んでるけど、その前に上がってもいない、いた？パーピー、いやダメだ、掴んでる。なんかちょっと怖かったな今。ちょっと親を頑張ろう。あ、何見
赤が3枚ずつでございます。何に9ピンとパーソー、ちょっと注目ですよ、ね、頑張ろう。しかもラスメよ、ラスメの私、こうしようかな。役割が重なっても嬉しいからね。うん、日向、これでリアンシャン点です。想像の形がいいですね。想像の形はいいね。いただき、カニチャ、いきなり仕掛けていった。もうドラ切ってますけどね。これドラをね切ったからもうあれでしょってこともないんですよね。ドラいっぱいあるんでね。下茶、ここはドイツ落とし。あー、なんか止まった。早い、ごめんなさい、早くも2風呂目。ちょっと全然進まないよ、手が止まっちゃった。さあ、この範囲に他はする。いやいや、泣けないよね。いやー、急走一枚チュン。あー、ドイツ落とし、まずいね。完全に後手だね。急走がないんですよ。日向、イーシャン店、有利な町にしたいですよね。で、このピンズが高い場の中にピンズ町にしかならなそうな、このイーシャン店全然魅力がない。下茶、ソースオレンダ、キツでございます、これも。あー、単品赤赤、パーピンは、あ、上がれた。唯一ね、神茶さんが切ってるっていう。ここで大きなロンの声、これは1万2000なんでね、これで上がりレンちゃんですから。闇に構えました。いやいやいや、ちょっとこれ怖いよ。で、418っていうトップ目になったんですけど、これ全然リードじゃないので、プレイヤーはもうちょっと頑張りたい。あんまり良くないですね。プレイヤーのハイファイはどうでしょうか。これは高いではないそうですね。ポンと、ポンと何ですか、ドラ。で、赤、赤子が3枚ずつ。本一見ながらはやりたいんですけど、あんまりね、ゴリゴリには行きたくないかな、この手形。まだ三シャン点ですしね。行こっか。場は膠着状態。止めながら様子見て。なん重なれな。ドラえ。場が重い空気に包まれています。日向、これでリアンシャン点です。ピンズの伸びに期待かな。神茶、白神茶。神ピンが、世の中から三ピンが滅びつつある。おお、イエス。ピンズを連打。イエス、イエス。両ピンはほぼほぼ大丈夫でしょう。高子。一番最初に仕掛けるのは誰か。絶対何持ってるじゃん、誰か。日向。持ってるでしょう。絶対持ってるでしょう。結構ね、手出し多いんだよね。打ち回していくのか。神茶さんね、ずっと手出しだもん。あ、三品が、三品がもういらっしゃる。なんはしょんぱいなので、とりあえず様子見ですかね。しょんぱいだから様子見じゃないです、つっち。ドラえもんです。さあ、この範囲に反応するか。パン、ここで仕掛け。難短期にしてみました。ラッキー、本日ドラさん見事。もう何も言うことなし。いやー、これは嬉しい。ラッキーです、多分ラッキー。ちょっと点差がね開きましたけれども、このドラ爆撃はあるから気をつけなきゃ。日向、全局は大きい。これジートイツが本戦かな。こうしよう。一体どんな結末となるのでしょうか。あれ、パーピン止まった。
9番ね、重なった。もう問いつていくんで、自敗とかね、方針が定まってくる。残しながら行きたいと思います。吐く。泣きはね、今回しません。手とかも切っちゃうか。役配あっという間にイシャンテン。5はさ、ね、なんか大体が赤なんですよね。取っておきたくなるよね、こうやってね。なんはドラを持ってきた。なんは切らない。5切っちゃうか。シャア2枚切れでね、ちょっとこういこうかな。シャアは今度は切ってるけど、おお。赤子切り。トップ目だから無理はしないんじゃないかな。そうですよね、土田さんね、私トップ目ですもんね。これは下茶の現物ですよ。あれ、あー、一発そこだ。何点なの下茶。これは強烈な上がり。あ、でも一通はずれてる。もう上がっちゃったんだ。お、まあでもこれならまだリーチ一発ツモドラさん。親かぶりだけれども、だけれども私の方が上ですね。よし、最後締め作業。あ、見て見て、すごい赤4枚ずつだって。あ、受ける。怖いよ、何この赤いの。ひなたトップなので、ここは軽く上がって。ほんと軽く上がれるんだったらもう上がりたいでございます。ペイがね、こいつになった。ここから何を。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないの。ひなた波が来ている。ここからが腕の見せ所ですよね。いいんじゃない、いいんじゃない。もうペイ出たポンですよ。役配ですから。9は泣けないぞ。9は泣けないぞ、人として。役を切っちゃうか。ひなた、あっという間にイシャンテン。上がりまであと一息です。役を切っちゃって、最後は勘違いそうかな。ローソーパンチでのペイバックも面白いかも。あ、でもダメ、ピンズは高い。ポン。さあ、この牌はどう。ひなた、チーソー、あのチーソー間に合ってないからね。あ、もう全然切ります。ドラを持ってきた。いやー、いやドラさん。でもあそことは点差があるから。何点差。322、322でしょ。各茶相手の出方を伺っているのか。ひなた、上がりきることはできるか。よし、見事。もう何も言うことない。最後は26テンパネでございますね。トップ取りました。あの親がね、よかったね、本当に。闇に構えたウッパーピンとね、本日鎮逸じゃなくて本日でまとめた満タン機が勝因ですね。で、今回玉もらえて、で、そう、MJ チップの生産があるんだよね。こんな感じで、MJ チップが変動するというシステムでございます。はい。今回はプラス 44.9 ということで、このような結果になりました。はい、というわけで、ドラマシギャンブル卓1回目打ってみました。結構ね、もうなんかほら、赤もいっぱいあるのにドラ票もわざわざ2枚でね、動く動く。だから早めにこう飛んでさようならのパターンも結構あるし、前半苦戦してたけど、ドラいっぱいになった時に一回こうギャフンと言わせると一気にトップに立ったり。楽しいけどあれだね、怖いね。でも面白い。これはぜひ皆さん、イベントね、結構毎回やってるみたいですからね。57回ですからね、今回。この後ももうちょっと打ってみたいと思います。さあ、というわけで、初めてドラマシギャンブル卓打ってみました。この後も打っていきたいと思いますから、次回もお楽しみに。バイバーイ。